炎山川、丸山川は、兵庫県北東部を流れる一級水系の本流。朝子川とも呼ばれる。2012年、平成24年7月3日、円山川下流域、周辺水田が、ラムサール条約に登録され。名前の由来ははっきりとしていないが、源流地の町来飼育の町円山の地名に由来する、可能性がある。兵庫県中部。 旧ハリマ国の境界近く、長来飼育の町、丸山、標高641.1メートルに源を発して北流。途中洋服市、豊岡市を流れ、豊岡市北部で日本海に注ぐ。長さは68キロメートルで、兵庫県で5番目。流域面積は1300キロメートルで、兵庫県で2番目。下流域の盆地は、旧国では、 最大の平地で、国草地帯となっている。豊岡盆地の下流部は、非常に流れが緩やかで、1万分の1程度の勾配。川口から17キロメートルの伊豆市側、合流付近まで海水が侵入す。そのため、この付近までは、鏡のような水面が続き、川原が見られるのはそれより上流となる。18キロメートルには、丸石瓦原がある。豊岡市内では、 堤防内の高水域がほぼ民有地で占められており、牧草地や畑となっている。また、多くの高水域において、柳の木、小柳が植えられており、柳氷作りの原料となっている。縁山川では1922年、大正11から1936年、昭和11にかけて、当時の豊岡町が進めた大豊岡構想の下、河川改修工事が行われた。 工事費用は国費が2、3、県費が1、3であり、工事には周辺の農民が妊婦として出役し、昭和教皇に前後する時代にあって結果的に地域経済を潤すこととなった。一連の改修にかかる計画図、春工図等の一部は、豊岡市立図書館郷土資料デジタルライブラリー2018年7月15日閲覧でダウンロードできる。 川口から5 5キロメートルほどの中洲である日、磯島、火の磯島が、治水事業で面積の半分、体積の3分の2が掘削され、全頭が湿地もしくは、半湿地状態となった。これは、事前調査で、湿地小森雲柳ぬかごコノの足みくりなどの重要な動植物が発見されたのを受けて、全頭削除が、半頭削除に変更されたため、 遠山川に生息している生物の種類は多く、近畿地方にある11の一級河川の中でも、最も生物性の豊かな河川であると言っても、過言ではない。小白鳥、マガオオタカノスリハヤブサコミミズクノゴマコムクドリなど、2005年にコウノトリが放鳥され、遠山川全域が、飼料禁止となった。それ以前は、島根県の中海、新宿湖で越冬する。 琥珀町マガンが通過していくだけであった。冬に田んぼに水を張る陶器付家主電で琥珀町が越冬するようになり、続いてマガンも越冬するようになった。柳林、吉原は鳥類標識調査により、渡り鳥の重要な中継地であることが知られており、ツバメのトゲロとしても有名。ヒイソ島では白オの産卵が確認されている。ノコギリクワガタ、ヒラタクワガタ、 国和型。大二星マグソコガネカドマルエンマコガネ。大黒コガネコアオハナムグリ。大平田市で虫やコノオサムシセアカオサムシカワチゴミムシ。アイヌハンミョウ。コニワハンミョウハンミョウ。エディザハンミョウ。マメハンミョウ。タマムシ。マイマイカブリ。ヤナギハムシ。ヤナギルリハムシ。クルミハムシ。バライロツツハムシ。クロボシツツハムシ。コガタルリハムシ。ヨモギハムシ。 青羽猿ハムシ、バジンガサハムシ。紹介本、天童虫、七星天童、姫亀の子天童、亀の子天ト亀の子天童、亀の子天童、原黒王天童、幕形天童、蜜蜂,蜂、日本、髭、長花蜂、黒穴蜂、足長蜂。木揚げ葉、姫浦、浪じゃの目、紅しじみ、モンシロウスジグロチョウモン木町、北手箱、紫ゴマダラウとの様まばった。 クルマバッタモドキマダラバッタ小バネエナゴオカワトンボ、ハグロトンボアオハダトンボオナガサナエキイロトンボ、本ンサナエヤゴヤサナエチョウトンボコフキトンボネアカヨシヤンマ、アオヤンママルタミヤンヤブヤンマヒノマイトトンボキス域の菊屋島には近畿地方、日本海側では最大規模のヨシワラがある。湖岸には多くの塩クグが生育している。京都府ではすでに絶滅しているので、 近畿地方の日本海側では唯一の生育地となっている。日磯島では、姫城浅座や薄毛長寺建てが発見されている。隣接する、豊島湿地には、高気やがら水青い姫城浅座の群が見られる。川口から7キロメートルから9キロメートルにかけては、柳林を含む大規模な吉原が見られる。丸石瓦原には河原、河原投石湖河原ヨモギ河原箱河原松葉などが、 見られる。洪水の跡などには河原母子が大群落を作ることがある。河原西湖は標本が採集されているが、現在は生育が確認されていない。外来種の品だれスズメガヤや荒れ地花傘などの比率が高くなってきている。括弧内は流域の自治体、豊岡河川国道事務所では、プルルンと名付けられた塩山川の精霊のキャラクターを、 子供向けの河川 PR 事業に利用している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。